こんにちは、りょうこばあばです。今回は、この糸とこの麻紐を使って巾着風のねバッグを作ったんですけど、手提げバッグのねちょっと小さめの小ぶりのバッグを使ったんですけど、糸は、これは雑貨ストアさんで以前ねもう買っていた10個でいくらっていうのを買ってたんですよね。この 色違いの水色とピンクと、もう一つベージュ系を買ってたんですけど、この色がねもう残ってたんですよ。それで、残ってたんですけど、細いからね編むにはちょっと何かをね編むにはちょっと細すぎるかなと思って、バッグとかね編んでもこの糸だったら細いので、3本まとめて3本を3本取りでね編んだんですよね。そして色が水色2個とピンク1個合わせたのと、水色1つとピンクを2つ合わせた3本取りでちょっと色を変えてね編んだんですよ。でこっちのこっちも麻紐なんですけど、セリアさんでこないだ買ってたプレゼントのデコレーション用麻紐、このピンクもね可愛かったから買ってたんですよね。でこの麻紐を底にしてちょっと立ち上がって、こっちの糸でね編んでるんですよ。でこれもね麻糸なんですよ、麻なんですよ。これは雑貨ストアさんで買ってたんですけど、フルーツラミーという糸なんですよね。今あるかなんかちょっとわからないんですけど、麻が 100%、 ラミー 80%、 リネン 20%、25g で 70m ですね。でかぎ針が1本で編んで2号から3号、私の場合こう3本をね3本一緒に編んだので、7号針で編みました。全部ねこっちの麻紐も7号針で編みました。麻糸とかほら編むとき手が痛くなるからね8号針で編んでたんですけど、8号針だとちょっと隙間が空いたので、ちょっとやっぱり隙間空くの嫌だなと思って7号針で編みました。そしたらいい感じにね割と目がこう締まった感じで、底の部分はちょっとそうしたかったので7号針でこれは編みました。であとのねこれも3本束ねてこう編んでるので、ちょうど7号針でね編んだ感じは良かったです。ほんと細いんですよねこれ。それでちょっと編み上がったんですけど、編み方動画じゃないんですよね。今回は編み上がったのをちょっとこういう糸で編みましたっていうのをねお見せしたかったので、もう出来上がりの巾着バッグなんですけど、ここをね円で編んでそこから立ち上がってこんな感じでちょっと可愛くねしたかったのでこんな感じで編んだんですけど、このこっちの麻糸、こっちの麻糸のこう下の部分、ここの部分は水色を2個とピンクを1個で編みました。でこっちのピンクの方はね逆にピンクを2個と水色を1つの3本取りで編みました。こんな感じで可愛いね、なんか色合いがね可愛く出たんですよ。でこの編み方は中長編みもシンプルに可愛いね色味だったからシンプルに中長で編みました。ずっともう全部中長で編みました。でこのね紐を通すところをちょっと開けてから紐を通す感じで開けてみました。でやっぱり上の方をね編んだ感じでは柔らかいんですよね、この色を混ぜて編んだ部分がね。
っぱり麻ひもはほら硬いじゃないですか。で一番上までね編むにはちょっとなんとなくこう弱いかなと思って、柔らかいかなと思って、中だけ組み合わせた糸で編んで、そこと上の部分持ち手とかはね麻ひもで編みました。で使った糸は麻ひもが丸々2個と少しこう足らなかったんですよね、この紐を編むとき、持ち手をね編むときに。だから40メートルの糸ですけど、そんなたくさんはね使ってないんですよ。本当まだまだこういっぱい残ってるからね。3個目を少し使ったぐらいかな。丸々2個と3個目を少し使いました。こっちの糸はねもう10個あったんですけど、どのくらい使ったんだろう。ちょっとよくわからないですね。丸々わからないですね。これはもう3本出て。だからもしこれをね編まれるときは同じ7号針で編まれるような糸で編んだらいいと思います。この糸にこの麻ひもに合わせてね編んだらいいと思います。今回は動画にはね編み方動画にはしてないんですけど、ちょっとこんなしてね糸を組み合わせて麻ひもをね同じ種類の質の麻糸と麻ひもを組み合わせてね編んだんです。それでこのお花もねコットン糸とかレース糸をね使って、家にあるものを使って編みました。で巾着風なので別にねここ絞らなくてもいいんですけど、ちょっと高さ的にね浅いんですよね。何センチあるんだろう、ちょっと待ってくださいね。この麻ひもの上から測ったら一番上までが17センチ。そんな深くないので、もしね気になる方はこうここをね今こう絞ってない状態なんですけど、こう中のものがねこう出やすかったらここをグッと絞って、締めてから絞って、ほらこんな感じで巾着みたいにもなるんですよね。こんな感じで巾着みたいにもなるので、こう入り口がねちょっと狭まって物持ちにくいかなと思います。もう飾り程度にね絞らないでこう飾る感じでこう編んだので、普通はねこうもう絞らなくてね使っていいかなと思って、可愛くこういちごをね編んでつけました。いちごとか大好きなんでね、あのなんかどうせ作るならね可愛く作りたかったので、こんなして作ってみました。で麻ひもはね12段延続を編んで、で3段ほどそのまま立ち上がって、でちょっとこう広がりが欲しいなと思ったのでね、あと2段はだから12段の円を編んで、13、14、15段はそのまま増減なしで立ち上がったんですけど、16、17は2目ずつ両端で2目ずつ増やしました。それからもうあとはもうずっと休みなしで立ち上がったんですけどね、こんな感じで出来上がりました。同じ麻ですけど全然ね細い糸とこの紐の部分持ち手の部分の麻糸は全然やっぱり触った感じも違うしね。これは麻ですけど3本をね束ねて編んでるからやっぱり柔らかいんですよね。色合いも混ぜて編んだから色合いも可愛くこう色がね出て、まあ、よかったなと思ってね編んでから、もうね在庫しててこう何編もうかな、糸細いしなと思いながらこう考えてたんですけどね、あそれならもう 3本取りで
ちょっと編んでみようと思って編んでみました。ほんと柔らかい。ラミーのね、ラミーの光沢とシャリ感が夏にぴったりって書いてあります。パステルトーンの木の編み地が素敵な仕上がりにって書いてありますね。ちょっと光沢があるんですよね、これ。ちょっと見た目も光沢があって、触った感じも柔らかいし、シャリッと感が夏にぴったりと書いてあるんですけど、なんか柔らかいですね、やっぱり。だからこの部分はちょっと柔らかめにできていますね。こんな感じでこう夏にぴったりのね、麻紐と麻で、麻の糸でね、編んでみました。こんな感じで仕上げました。編み物動画じゃなかったからね、あれなんですけど、寝かす的にはね、紙に控えているので、同じような、ね、感じで今度は編んでみてもいいかなと思います。こんな感じで今回はね、編んで可愛くいちごとかお花とかつけてね、編んでみました。可愛いでしょでは今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。